熱い、溶ける、死ぬ。これで本当に12月なのかよ。今年は暖冬だそうですから。気温が30度を超えてるのを暖冬で片付けるのはいくらなんでも無理があるだろう。てか今本当に冬なのか。だったらプール掃除とか必要ないだろう。本土は普通に冬ですよ。補修の代わりなんですよね。先輩が遅刻や早退を繰り返すから出席日数が不足して。好きでサボってるわけじゃねえ。ちょっと何回か殺されかけたり、無人島に置き去りにされたり、ミサイルに乗せられてぶっ飛ばされたりしただけで。だいたいこの炎天下に一人でプール掃除って。夏希ちゃん、吸血鬼いじめにも程があるぜ。落ち込んでないで早く終わらせてしまいましょう。ん？私もお手伝いしますから。ん？ああ、悪いな、姫ラギ。気にしないでください。私は第四審査である先輩の監視役ですから。見ました。うん。先輩、待て、姫ラギ、今のは純粋な事故であって、っていうか俺が見たっていうよりも姫ラギが見せたっていうか。もう相変わらずいやらしい人ですね、先輩は。どうした。そのホース水圧結構きつい。やれやれ、プール掃除にカコつけてまた二人でイチャイチャしてんのかよ。別にイチャイチャとかしてねえよ。そうです。はいはい、まあ冬だってのに水遊びにはもってこいの陽気だもんな。だったらこんな学校のプールとかじゃなくて。ん？あそこ行ってみたくないか。え、あのブルエリに。そう、仮オープン中につき2泊3日で入場料と宿泊料はなんとタダ。渚ちゃんも招待するし、アサギも来るってさ。どうだ、なかなか美味しい話だろ。その町は糸上島と呼ばれていた。太平洋上に浮かぶカーボンファイバーと樹脂と金属と魔術によって作られた人工の島。魔族を保護するために魔族特区として設けられたその町には一人の少年がいた。第四神祖、本来は存在しないはずの4番目の神祖。後に自らの帝国を築き世界に君臨することになる未来の帝王、名は暁古城。